嫁くにさーん。なんか都市伝説みたいな名前やな。はい、というわけで今回はこのゲームやっていきたいと思います。このゲームね、えー、どんなゲームかと言いますと、異世界にもい込んでしまった友人をメールや電話を駆使して誘導して救い出すゲームです。そういうホラーゲーム。つまりさ、ホラーな目に遭うのは主人公じゃなくて、その,その友人で、 プレイヤーはそんなホラーな目に合わってことになるんかななんかそういうアプローチがさ、すごい気になってこのゲームやっていきたいと思います。どんなゲームかちょっとやってみながらちょっと勉強していきましょう。はじめから。なんかいきなりこんなゲーム <laughs>。こんな感じなんじゃん。いきなりセーブできるのね、これ。なんか知らんけど。いきなりセーブできるんじゃね。なんかいきなりセーブしといた方がいいですよって言われてるような気がするけどね。セーブしときますね。 ちなみにセーブポイントはね、えー、4つもしかできないですね。マジか。<laughs> えー、始めますね。はい。ゲームオーバーになった場合、セーブ前でもね、戻されます。プレイ前にはセーブをおすすめします。だからセーブできたんじゃ、いきなり。やっとこせよかったおほほー。 あ、もうさ、<laughs> さっきにセーブしてなかったら、さっきにセーブしといたほうがいいですよ、みたいな言わばかりにメニューに戻るっていう画面があるんじゃ。<laughs> だったら、ゲーム中に途中でセーブできればいいのになとは思いますよね。はい、やります <laughs> メールが届きました。読みますかしかと。メールが届きました。うっとうしいな。 しっかっとあ、電話来た。わ、メール無視しようけん。電話かかってきたわ。なんで返信しねえんだよ、みたいな感じで言われるんだろうな。しっかっとあ、メール来た。なんで見るんなんで俺見る、見るとか言ってないのに見るん今回は。リョータ 親友かなこれあれここどこだあれどうしたん桐生 <laughs> 駅が終点のはずだけど知らないところ走ってるしかっとそれ以来亮太からの連絡が途絶えた彼は今もまだ見つかっていないあの時メールを返していれば私は今でも慌たきこと後悔している エンディングワン既読虫しかと、エーンドまシカト、まあ、ってよくねえよな友達なんだからな要件ぐらいは聞いてあげなあかんよなはい読みますよ読みますよ引っ越し手伝いの件あそう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 この主人公が引っ越しするので友達に手伝ってもらうためにここに来てもらっているっていう展開らしくてね つまりさ、主審校はさ、手伝ってもらう立場なのに俺しっかとしょったんじゃな。はははは。いいわけねえやん、そんな。<laughs> よくねえわ、そら、まあ。トーコ、改めて、明豊大学合格おめでとう。めっちゃ偏差したでこそがな。まさか大学まで同じところとは思わなかったけれど、とにかく受かって安心したよ。なんなんだろう。一つ違いなんかな。先に一年前に受かってましたみたいな人なんかな。この、りょうたって人。 東子ってあっ主人公女の人っぽいらしいけんな大学入学に備えて引っ越しの準備を急がないとね今日は東子のアパートに泊まって明日朝一で引っ越し準備を手伝うよあこのー子っていうのが本当に女の人だとしたらさ絶対この二人付き合ってんじゃん付き合ってるからこそ彼氏と同じ学校に入学したいっていう女の子瞳子ちゃんの思いが見えてくるよ 22時40分あたりに、西寄り駅の、桐生駅なんかな本当にこれ桐生駅であったのかは知らんけど、多分現実にない駅の名前なんだろうな。まあ、生駅にしとこうか。に着くと思う。駅に着いたら電話で連絡するよ。じゃあ、また後で。あ駅に着いた時ので電話は仕方しちゃったん、ね、でさっきの。<laughs> ごめんな。仕方しすぎて死ぬ人なんか初めて見たわ。通信、大学に通うために、 東京に引っ越したら、安くて美味しい店を案内するよ。いいやつりだいいやつなんで俺前世、こんないいやつのこと仕方し,しも食いよったんだろう。あと、幼稚園からの付き合いだけど、大学では俺の方が一年先輩だから、大学ではちゃんと先輩って呼べよ、うん。あ、これ同い年やけど、なんか留年したかな、東子さん。東子ちゃんが。 ああ、ムカつくな。先輩ズラするのちょっとムカつくな。しかと。読むわ。写真を、写真送ってきた。しかとした相手に写真送ってきたわ。写真添付し忘れたので送ります。え家のみんなで沖縄にいた時の写真なのに、なんでこんな不穏な BGM 流れてくるの まあ流れてくるは早ないですか。まだホラーなブー、うん、ステージきてないよ。え、<laughs> まだ夏にはそれ遊びに行こうなんじゃないよお前、ね。<laughs> 文章と BGM が合せないんですけど、まだホラーなところじゃないんですか。<laughs> ホラーなところじゃないと思うんですけど、ファイル開いた、えあっとか出てきたらどうするんでやめて開く。<laughs> <laughs> うん。 人どれや家族で来てるんだったら人どれや海だけ撮るな人どれやわあ微妙に怖いな。この BGM と一緒に出されたら微妙に怖く感じるなこれ。なんか遠くの方でお分かりいただけただろうかみたいなやつが映っとるかもしれんかったもんな。なんならちょっとこの黒いやつがもしかしたら人の顔に見えませんね。見えませんね。ちょっと無理やり見ようとしたけど見えませんね。ちょっと黒いだけだったわ。 コレクションって言わされた。ああ、コレクションにするのね。ああ、思い出を。人の思い出をコレク、うん、電話来たー。あ、これさっき、仕方してしまったやつかな。電話出ます、ちゃんと。もしもし、量だだけど、電車の音がめっちゃ聞こえてるわ。あと10分ほどで、桐生駅に着くよ。だから、23時には、東京デパートに行けると思う。 電車で携帯はダメだよ。ああ、悪い悪い。誰もいないから、つい、この時間の電車って誰もおらんもんなんかな。都会の電車ってあんま乗ったことないからな。わからんわ。チーンって今聞こえ、そんなん聞こえるもんなん電車って。チーンって今聞こえてきたけど。ブレーキのこすれゴことかな、これ。リアル。駅に置いたから、かけ直すよ。じゃあ。いいやつやな。 とりあえず、りょうたくんがいいやつってことがわかるわ、これ。ひしひしとな。あ、メルキだ。無題。あれここどこだ桐生駅が終点のはずだけど、知らないところ走ってる。来たーホラー要素来たよ。しっかりしてよたぶん今はちょっとさ、ふざけてんのかって。<laughs> まあ夜遅いから使えるのも仕方ないけどさ、しっかりしてよーって感じで、たぶん軽い店主だと思うよな、今。 今時メール使よんか2017年って設定なのに今時メール使いよんか,か LINE とか使わんの君ら LINE の方がレスポンス早いでこらプーンとか <laughs> ごめんごめん着く時間がわかったら連絡するよ今のところは何でもないと思っとんやなまあ気のせいかないぐらいの感じに思っとんだろうな窓の外全然明かり見えないし スマホのマップでも現在地が表示されないし、どこだよ、ここ。ちょっとやばい雰囲気がひしひしと伝わっております。ああ、いろいろ選択肢あるな、これ。行き先表示。他のお客。お,客お、でもお客おらんって言うたな。でも運転手はおるんじゃん。外に何も見えない運転手、うわ、怖っ これが一番手っ取り早いと思うけど、怖っこれ。運転席に誰もいないとか、展開になりそうな気がする。でも、怖いから、あえて見てみたいっていうのはあるよね。行きましょう、運転席。おい、誰かおるんかないなさそう。どうなる そうだな。あ,あまだ行ってないんかい。<laughs> そりゃそうか。そりゃそうか。<laughs> ちゃんと返事してくれから。う <laughs> わあー、ちょっとじらしてくるわー。この感じじらしてきてるわー、これ。<laughs> そうだな。戦闘車両まで進んでみるよ。ありがとう。で、進むような,な。あ、電話来た。え、このタイミングで電話。 メールじゃなくて電話ってことはなんかちょっとやばい感じがするな、これ。もちろん応答します。もしもし。この電車、誰も人がいないな。深夜とはいえ、ヨーロッパライの一人ぐらいいそうだけど。いや、戦闘行け。とりあえず戦闘行けよ、お前。いや、戦闘行けや、お前。戦闘一人ぐらいおるだろ、お前。<laughs> まだ戦闘行ってないって言ったその言い方は、お前。戦闘のさ、運転手さんとかさ、ちょっと声かけてよ、それ。確認してよ、戦闘。誰かおるか、お前。 戦闘にもいないみたいな車掌もいないみたいな感じだったらさホーラーなのにさそこまでに見んのかいつ頃着きそうかわかったらまた連絡するよじゃあうわそれ以降電話かかってこないパターンちゃうんこれああいきなりかかってきたわすぐかかってきたわ <laughs> 俺の心配はどうは裏腹にかかってきやがったわお前わただ戦闘車両で人が倒れてる 多分酔っ払いだと酔っ払いかい。<laughs> 車掌さんじゃない。電車の上の人とかじゃないんじゃん。<laughs> ええー、他の乗客なんうーん、まあいいや。心配やし、声かけてあげようか。うーん。何これ、ガチャガチャって。えあれ戦闘車両へのドアが開かない。え なんか引っかかってない。ちょっと見てみる。本当だ。ドアに挟まってる。なんだろう、これ。紙の束。取り除けるかな。紙の束で引っかかるもんなんか。ええ。紙の束ね。めっちゃ音聞こえてる。ビリって言ったんだ。だめだ。引っ張っても切れちゃって、全部は取れなさそうだ。 そんなんで <laughs>、そんなんでドア止まるか髪の束でもしかしてお札とかなんか呪いのお札的な感じない剥がして大丈夫でやつちょっと見た目的にお札だったらやめといた方が良かったんじゃないかな髪の束って言うちゃったけどさ、それがお札っぽい見た目だったらやめといた方がいいと思われる。そういう経験を私はしている。ゲームの中だけどだけどね。現実はやってないけどね、そんな経験。これからはどうするか、ちょっと考えてみるよ。また連絡する。 わあ、今度こそ、これ以降電話が繋がることがなかったメール来たわ。<laughs> なんか俺の予想は全然外れてきようやな。<laughs> なんだろう。俺、こういう状況に友達が遭遇したらさ、適切な、適切なアドバイス、できんような気がするな、これ。<laughs> もちろん読むよ。写真、写真送ってきたんじゃ。挟まってる紙の中に。 こんなのがあった随分昔の路線図みたいだ路線図そんなん挟まってたんなにえっ、ー、ふわたり線 ?1963 年めっちゃ昔でで呉烈駅は呉津ダムの建設に伴い廃止予定ですかうん え、ちょっとこれスクショとっった方がいいんかなもしかして。静止画キャプチャー。振動駅、区津駅とか、ね、なんか読めんやつとか、もう読めんやつ多いな、なんか。<laughs> なんでこんな駅の名前ってさ、こんな難しい感じで書くんだろうな。わからないね、みんな。コレクション来た。で、電話来た。なんだ今さらなんな電話って。もしもし、電車が止まりそう。え、止まるの 外真っ暗だけど、置いていいと思う,うわ、これ降りちゃ危ないような気がする。降りちゃ危ないような気がする。降りたら彼が二度と電話がかけてこないかもしれない。でも、そんな展開が見たい。そうだね。プロテインだね。とりあえず降りるよ。はい、降りてください。そんでプロテインを飲んでください。飲んだら何か変わるはずです。 やばいほんと電話かかってこのじゃんこれ降りたからにはしまった電車がしまったわおいだけど真っ暗で何もわからないなあ電話つながってた <laughs> <laughs> 聞いてなかったよそもそもフ <laughs> っ暗なんじゃあさっきの倒れてた人も置いてきた ここのの近くに住んでいるのかもやめて起き上がっているタイミングがちょうど良すぎるんじゃ <laughs> わあ、その人何か起きそうその人に何かされそうそうだねちょっと聞いてみるよあのー、すいませーんえうわぁ なになになにめっちゃ走ってる。うー言ってる。うー言ってるよ。切れた。電話来たええ、な、えー、なんえー、これ本当に、りょうたか男するけど、りょうたかそれ。さっきは急に電話切って。ごめん。りょうたああ、びっくりした。今無事だったんお前。よくわからないけど。 声をかけたら追いかけられたから逃げてきた。電車で寝てた酔っ払いなんだけど、スーツにメガのサラリーマンかと思ったら、なんというか、こう、人間じゃなかった。確かに人間じゃないような声が聞こえてきたもんな。うーとか言ったただね、ゾンビか言ってぐらい、うーって言ってたよね。ふざけてるわけじゃないよ。本当なんだ。人の形をした何かが、 服を着ているみたいな感じでなんて言ったらいいかわからないし訳がわからないよとにかく心配かけてごめんまた連絡するあメール来たなんだ電話じゃなくてメールだなどうしたらいいいえ絶望感ある <laughs> 絶望感ある一文でできましたね これはエギの近くに団地があったから誰かいないかと思って歩いてるんだけどなんかツターとか絡まってて見るからに人住んでなさそうなんだけどどうしようかなんでテンポ入いあるのそんなの取る余裕あるのうわー何か未確認生命体的などのが住んでそうな気がする やばい雰囲気がプンプンしてますね。人が住んでなさそうですね。怖ー。けど、こんなところに友達を送り込む、そんな立場になってみたい俺がいた。行ってらっしゃい。見てらっしゃい。何だい <laughs> お前が入ってみた方がいいとか言うたいんだろうお前が <laughs> 入る勇気がないなら言わないでくださいでも確かに住んでる人がいたら助けてもらえるかもしれないよね中には入ったらまた連絡するよ頑張って雰囲気が怖いきた電話来た電話があるってことは結構重要なことが起きてるんじゃないかなもしもし さっき写真を送った団地に入ったよ。1階は、えっ、ー、と、今は1階にいて、扉が3つある。ただ、明かりがついていなくて、人の気配もしない。手前、おお、部屋に入るか、2階に行くか、みたいな選択肢か。あー、左、真ん中、右か。せっかくだから、俺は赤い扉を選ぶぜ。 どれからかいてんやっべなここはさうん手前真ん中奥か奥から攻めていこう奥から奥の部屋だねちょっと調べてみるよまた連絡する <noise> さあどうなる <noise> もしもし奥の部屋の前まで来たよ 開けるようわどうしたいやごめん開けた頃に大きな化粧台があってびっくりしただけだああそうなんだろう化粧台に布がかかっていて文字が書かれている文字気味が悪いし荒れ放題で人も住んでいなさそうだ隣の部屋も覗いてみるよとりあえず化粧台の画像を送るよ またすぐに電話するけど、一度電話を切るよ。やめ、なんでさ、その怖い化粧台、怖そうな化粧台をさ、シェアしようとするんだ、お前は。なんでお前シェアしようとするんだの、お前。来たよ。化粧台の画像だろ、お前。布のかかった化粧台の写真を送ります。引き上がらなのはわかるけど、意味不明。意味、わかったら教えて。わかった。 最近、謎解きとか、ツイッターでよく謎解きを解いている、俺に任せろ、お前。秒で解いてやるわ、お前。あおふえわからん。なん<ピー>だと言うんだろうね。あおふえ駅の名前関係あるかな、もしかして。電話が鳴っています。 応答しますかはい。もしもし、隣の部屋の前まで移動せよ。じゃあ、開けるよ。うわとはならんかったらしい。<laughs> これは人は住んでないんじゃないかな。どうしてちょっと待って。暗すぎるからペンライトつけるよ。怖っ。ペンライトとか持ってんの、こんな状況で。人がいなくなってからずいぶん立ってるみたいだ。生活用品の山が。 見えるからに臭そうだけどでも匂わないあたりかなり時間が経っているんだろうなお <coughs> あやっぱダメだ近くづくと結構匂うここは何もないと思うけどどうしようか聞こえた実はちょっとううって聞こえた気がするえ脅驚かさないでよ なんか一回だけうーって聞こえなかったっけ俺なんかちょっとスルーしそうになったけどさ今のさ何か聞こえなかったの文章でさちょっとなんか反応せざるを得んような感じに思い出てきたけけ反応しちゃったわどうしたらいいとりあえず教えに隠れるよはいどうぞ抱えてください今教えに隠れたよ こわ今聞こえたほんまに今何か聞こえたうなれ声聞こえたな。あれドア入いてきたななんか。めっちゃぐしゃぐしゃ言ってますけど。出てた 変えたかなあいつ、大丈夫だったらしい。はははは無責任なことでいけるんだな。もう出て大丈夫じゃない <laughs> めっちゃ無責任なこと言うじゃる言ってみてー言ってみてーちょっと無責任なこと言ってみてー今収録し始めてね、そろそろ24分経つんですよ。ここで出ていって、 食っってて殺さされてゲームオーバーとかになったらさちょっとここでさパート1区切れるんですよね。<laughs> うーんこ,このパート1ここで区切りたいから死んでくださいみたいなこと言うてるけどね。行っちゃえ行っちゃえリょうそうだよね。出るよ。誰もいたに見てた。助かった。死なかった。 しなかったとりあえず別のところも調べてみるよ。また連絡する。はーい。ば、今のところでさ、食わでて死んどったらここでパート区切れとったのになうもうちょいやらなあかんねないか。できればゲームオーバーまで、えーえー、このパート1ゲームオーバーのところまで行きたいな。もしもし、2階に来たよ。相変わらず人の気配はないけど。 一回と同じでドアが3、三つドアが並んでるんだけど、どうしようか。オッケー奥から攻める。奥の部屋まで来たよ。じゃあ、開けるよ。いちいち開けるよって言い方じゃないとあかんのか、お前は。<laughs> 今から開けてみたいと思いますみたいな YouTuber みたいな名前を振るやな、お前。ユーチューバーなればいいやお前。うわ本棚がすごい 髪の匂いがするえーとカフェ一面に本棚があるんだけど湿気を吸ってぐちゃぐちゃになってる古そうな本ばかりだけどもったいないなお前結構さレポーター向きなことをしゃべるなお前なんかすごい絵がないのにさ状況はなんとなく想像できるような言葉遣いしてくれるなお前さっきからさっきからお前うわっどうしたいやーごめん本棚から本が落ちてきたあ分ぶんドアを開けたせいで 風が吹き込んだからだと思うけどえー、っと古い本だね民間伝承をまとめた本かな聞いたことない本だけどはあほいたことない話だけど一応画像を送をるよ一回電話切るねいちいち画像送りたがりやなお前伝承ねなになに 足折織鉱山の始まり昔々戦国時代まあその辺はもう読んどっまあちょっと読みまあ軽く読んどきますね蛾の羽が生えた神様が現れて村の近くにある山の奥に生えるようにお告げになりました 入ってみると奇妙な岩肌を見つけた試しに村のみんなで連れてきて握ってみると岩が崩れて動物に残がりそこからたくさんの黒い大きなガが出てきたでそれがそこへ行った鉱山でした村として大きく発展したはあまあ良かった話なんやなうん,なんでこれが出てきたかはちょっと謎やけど電話が鳴っています来ました本見ててもしょうがないから 別の部屋も見てみることにするよ。真ん中の部屋に入ってみるよ。こんな電車の話とか聞かされても、あっ、ドアが引っかかった。でも、これだけ開けば、中に入れそうだ。よいしょっと。引っかかったものは気になるな。あ、別にゴミなんかな。<laughs> ここもゴミと家具の残骸しかないか。いや、ちょっと待って。どうした もしかして、このゴミたちって、宝の山じゃないのかうわーいウー高く売れそうだ金庫がある,る。古くて錆びてるけど、丈夫そうだ。開けてみるよっしゃーいい格金じゃーそうだね。ここがどっかわかるものが入っていればいいけど。そんなもん化け物、あーダメだ、ロックされてる。あ、バン 番号を合わせて開けるタイプだ。あ、わかるはずないわ、そ <laughs> んそりゃ金庫だから番号とか書きとるわな。仕方ないわな。あ、でもこれさ、もしかしたらこれまでにヒントあったんかなえあったかあるんかなもしかして。もしかしてヒントあるんかなこれまで、ね、みたいなものの。 なんか平柄ららのあーなんとかとか、あーおーなんとかってあったよね。あれ関係はないか。でもさ、暗証番号4桁に対して4文字やけんなんかありそうな気がせんでもないけどなー。ワンチャン俺の誕生日であかんかな。本当嘘です。<laughs> いや、1004の場合の動かし方じゃないだろ、お前。カチカチ、そのカチカチ音。絶対1004に動かした時のカチカチ音じゃないだろ、お前。0000だったら絶対1004ってそんなに動かさないか、お前。まあ、あかないよね。まあ、そりゃ俺の誕生日わけんな。<laughs> それより、早く人を探せなきゃ。また連絡するよ。はい。これ、開いたらなんか出て,てくるん偉いもん出てくるんだよね、これ。 <laughs> 行くく場所なくなったんおおここは大きな団地みたいだでも入り口に板が打ち付けられたりして入れないところばっかだここ本当に人いるのかな雰囲気怖いなほんま電灯とか1個もないんかな電柱とかさ電柱は手も光らんか <laughs> 不気味なんがどんどん出てくるけど。なんか来たああ !2 階に明かりついてるのえああーお前なんか画像編集でなんかちょっと暗い感じにしたお前。わざわざ画像編集通してから送ってきよるよお前。なんかそんな感じはするんやけど、お前。これねこの部屋か ちょっと光っとるような感じがするけど、分かりにくいわ、お前。<laughs> 気をつけて、いってらっしゃい。死んだら骨は拾いに行きます。どうしたはい。もしもし、まだン地に入ったよ。ここも汚いけど、上の階から音がする。電話で聞こえるかな ちょっと俺ゲームの音量だいぶ下げとおけん聞こえんだけかなちょっと音量上げとこうかな一回ごめんわからん了太う,うんそうかとりあえず2階に行ってみるよ階段とか暗くて転びそうだ3つ部屋があるけど電気ついてたし どこかに人がいるはずなんだよな奥から行け奥からが基本じゃ奥だねわかった雰囲気が怖いんだよなーこれ <laughs> 雑風景な部屋だな椅子とテーブルと柵家具をの残して引っ越したのかもしれないうわ大きな本だな どこかが住んでたのかもあどうしたブラジャー本が一冊あるなんだこれこのページだけ折られている昆虫図鑑のみたいだ画の紹介ページがおられてた画んか画の伝承とかあったななんか鉱山と画の話いや図鑑なんて見てる場合じゃない人を探さないと まあそうなんやけどさなんか気になるガーってさっきの電承にもガーの話が出とったけん気になるなんかちょっとまた動きがあったら連絡するはい <noise> 図鑑の写真図鑑送ってくるんかいゆひくお前 <laughs> 読んでる暇ないよなとか言いながらお前送ってくるんかい <laughs> 夜ナグニさんっぽい夜ナグニさんって 何ちょっとゲームのタイトルに近い名前に出してくれるちょっと気になるでないかくにさんっていうタイトルでさ、与那国さんっていう。なんか、親戚っぽいなその二つだお前。えくにさんってさ、与那国さんと親戚なの与那国さんって何だその前にお前。分からんもんは分からんもんな、これ。そのー、今言うたのが、この側の名前で、なんか、 ちょっと切り取られてる部分があるんか右側に3本ほど、まあ、こんな画があるとヨナグニさんとコクにしているがやや小さくあれなのこれあよヨミクニさんって書いたんだよこれ図鑑の方でヨナグニさんとコクにしてい,ているがよくやや小さいってちょっと似とる側なんじゃあゲームのタイトルのヨ,ヨミクニさんって画の名前だったんじゃへえそうなんじゃへえその理由は えっと、ああ、これ、伝説の鉱山の周辺にのみ住んでる。で、その理由は、付近の水に含まれる有毒物質を栄養と、有毒な物質を栄養にできるんだ。生息数が非常に少ない、捕獲も数えるほどしかないため不て、不明な点が多い。伝承にも出てくる。か。うん <laughs>、はあ、はいはい。伝承がどんな感じで物語に関わってくるか。 なるほど、なんかだんだんこのあたりの伝承とかでさ裏のなんか話ってか裏話みたいなのが出てくるんやなどっちに行く団地から出られないしどこにも人がいない写真を送るけどこれままっすぐ進むのと団地の間を右に曲がるのどっちがいいと思う うわ、これ団地の方に曲がった方が良さそうな気がする。面白いものが見れそうな気がする。りょうたのことどうなってもいいか、面白いものが見れそうな気がする。曲がれ、曲がれ。はい、小泉出てきたよ。春日に出てくる小泉が出てきたよ。曲がれ、曲がれ。走ってる車え、ここに来て走ってる車見つけたうわー、だと,と,と、このあたりだったらなんか逆に珍しいよね。 えぇ、ー、結構離れた頃にいるけど、方向としてはこっちに向かってきてる。暗くて分かりにくいけど、シルバーの軽自動車かな。わっ、怖中に火に乗っているのが人間とは限らん気がするが怖いわ、これ。けどさ、りょうたがどうなるか見てみたい的なところがあるから、こっちらじゃんもんね。 そうだね。プロテインだね。結構離れてるけど、気づくかなおい。声かける前にプロテイン飲んどけよ。おーい、すいませーんあ、こっちの方に曲がった。気づいてくれたみたいだ。止まる気配はないぞ。ああ 飛び出し注意止まる気配ないなと思っとったけどさえー、<laughs> ええええこんなにあっさりゲームオーバーになるんじゃ。